皆さんこんにちは、任天堂の岩田です。今日はこれまで2回にわたり情報をお届けしている地元愛 VS 現役プロサッカー選手 VS 名監督によるエキシビションマッチ最終決戦の模様をお送りいたします。エキシビションマッチに向けてチームをトレーニングいただいている最中に西野さんが監督として現場に復帰され、久保選手が強化選手として海外遠征に招集されるなど企画の成立が危ぶまれる局面もございましたが、ご参加いただいた皆様にはお忙しいスケジュールの合間を縫って最後まで真剣に取り組んでいただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。それでは激戦の模様をご覧ください。ポケットサッカーリーグカルチョビット、発売前エキシビションマッチ。今回はついに芸人対決を制した博多華丸大吉の大吉さんと、現役プロサッカー選手京都サンガ FC の久保雄也さん、そして久保雄也さんの海外遠征中にチームを育てていただいたチームメイトの杉本大地さん、日本が誇る名将西野亮さんによる総当たり最終決戦を開催。そうですね、やっぱり本職の方なんで、僕以上にやっぱり細かい設定とかをされてくると思うんで、ただゲーム慣れは絶対僕の方がしてますから、ゲーマーとして、ゲーマーとカメラ慣れしてるという、そうそう、芸人さんとして、はい、チャンスがあります。勝ちましょう。 ありがとうございます、自信ついてきた。もちろんです、西野さん監督なんでやっぱこういうのも得意だと思うんで、まあでも負けたくないしチャレンジする気持ちでいきたいです。現役なんで若さで、確かにこのゲームは非常にこう賢い、やっぱり育て方によっては選手も成長するしチームも向上するとは思うんですけど、まあ、真髄というか、まあ、サッカーの奥深いところはご存じないと思うんで、負けられない一戦ではありますね。勝つのは一体どのチームなのか。またいじらせていただきまして、はい、僕も僕なりにサッカーの勉強して、はい、僕らはその守って一発のカウンターで入れるというサッカーをもうずっと続けてるので、だからやっぱりいろいろ試しましたけど、結局、まあ、フォーメーションは変わらずですね、今まで通り守ってカウンターと、カウンター、メンバーの名前をね、あら、もう全部変えてみました。千鳥がなんかやってましたもんね、ディフェンダーが剣豪、剣豪、ことぶき、文太、コンバット、はい、ちなみにこの4人全員カテナチを覚えています。守りが固い、すごい、もうめっちゃくちゃ固いです。確かに。そしてフォワードは不動の花丸、ありがとうございます、岡澤でもまあ強くなったよ本当に。いや、でも本当にその思い入れがある選手の名前で僕も入りやすいです、うん、そうやね、はい、うん、確実に強くなってるし、いや、攻撃だけじゃサッカーどうにもなんないんで、そこは守備も自分のチームがいっぱい点取って勝つところを見たいんで、逆に失点は絶対したくないんで、内容は攻撃的に常に攻めていたいですね。大量得点で無失点で、で圧倒して勝ちたいです。同期でユースからトップに昇格したメンバーを全員名前変えて入れました。ダントツで久保君が半端じゃないですね。本人シュートとか上手いんで、実際でそのシュートが上手くなるようなカードを使いました。この一番左、ちょっとありえないです。73試合76得点なんで、いや取れないでしょ。取ってほしいけどね。僕ですか、キーパーを僕の名前にして、自分のプレースタイルとはちょっと違うかもしれないですけど、それは分かんない。技術はないですけど、メンタルマックスだ。それは合ってる。攻撃的なサッカーなんですけど、やっぱカウンターもあるし、キーパーの大地が一番キーマンだと思います。まあ、自分が現役をやっていた時の自分のプレースタイルだとか、まあ、それから監督になってからの自分の思考っていうものがあると思うんですよ。まあ、それを素直にゲームの中に反映していきたいなっていう気持ちを込めてチーム作りをしていきました。まあ、僕自身攻撃も守備もこのコートをカバーできる、まあ、そういう配置にこだわって、フォーバックでツーディフェンシブハーフのスリーシャドウのワントップと、まあ、そこで変化を加えながら攻撃的に進めていくというシステムを取りました。
まあ、チーム作りの上で誰かを中心にっていうとまたその選手がマークされてチーム状態も決していい方向にいかない場合もあるんですけれども、ただやはり攻撃的な軸っていう意味ではその14番文倉っていう選手をまあ軸として考えていきました。である組み合わせによってクライフターンっていうのが出てきて、まあ、非常にこういい組み合わせにでそういうプレーが生まれたんで、それも驚きました。まあ、文倉だけが一人孤立してしまうっていうことにならないようにセンターミッドフィールドである井出口とか石野とか、まあ、そういうシャドウ の、 あの選手たちにも、まあ、シュートのトレーニングだとかっていうところも他の選手よりもボリュームを上げて課してきました。まあ、課題を少しずつ克服してるもうその様が正直に出てくるので、それは素晴らしいなと思います。まあ、自分のチームはあるんですけれども、まあ、ここのチームもまたすごく思い出を持つチームになりました。なんかこれ向こうのフォーメーション一緒じゃない？もしかして守りたい守りですかこれは？嘘だ。さあここよ、幼稚選手。うわすごい、何これも自信ですよ。相当これ鍛えましたね。いやでもその分ミッドフィルダーのパラメーターが少なめや。自己中心的なチームになりましたねこれ。なってるんじゃないですか。やっぱスポーツ選手特有のね、自分をまず自分がエースだと。もうこれ間違いなくフォワードの久保選手をこれ要注意しますよ。まあそれはそうやね、ここはやっぱり。まあとにかく前半ですね、前半見守りましょう。そしてまた後半の前に一回またできますから、はい、前半これでやりましょう、はい、お願いします。やっちゃいましょう。超ハイプレッシャーで一番前線からガンガンいけます。大丈夫です。攻守の意識はもちろん積極的に点を取りに行くで大丈夫です。要注意人物、金丸やるね、岡沢木、おー岡沢木と金丸要注意、両方っす。前半で 5-0 ぐらい、10-0、それ言い過ぎや、10-0いこう。どうもはじめまして。はじめまして。ということで一生懸命私も、はい、まあ、サッカーは経験したことがないんですけども、お二人よりはだいぶ時間はあったんです、僕の方が。まあでも僕らも結構やりました。むすいません、ありがとうございます。責任取りなさい。いや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 。でははい、いいですか、やらせていただいて。よろしくお願いします。お願いします。一回勝負ですから。はいはい、試合開始してもいいんですか？いいんです。いいんです。よしよしよし。それじゃあ行きましょう。じゃあ試合開始です。ボタン押しましょう。それさあ前半立ち上がりがね、このゲーム一番大事なんですよ、はい、FC 山口。はい、僕の地元の出身の山口か。はい、近いじゃないですか。似たようなチームですね。私もバリカタ小川なんで。わ、これはでもさあ、始まりますよ。ほらもうどっちかどうかわからんまんま。でもボール来ました、ボール取りました、ボール取りました。いきますよ、始まりますよ、はい、来ました、花丸。いけいけいけ。さあ、クロスから。さあディフェンダー、パス回しや好評、定評ありますよ。そうですよ、ほらもう基本、はい、上がってますよ。ほら、どうなるか。これ、いけ、ゴー、頭。はい、ナイスキーパー。キーパー、キーパー大地って、これもしかして私です。ご本人キーパーめっちゃ飛んだ今。しっかりしてます。第一、はい。それは早いよ。まあ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 。第一か。キーパーのね、技術が高いかもしれない。そりゃそうでしょ、やっぱり。二人のチームですから。そこそこ。でもほら花丸が取り返しますよ。はい、花丸よ。足早い。誰かいるんですか。うん、いるんです。岡崎ゴール。岡崎。ゴー危ない。危ないじゃなくて。いつもこんな感じ岡崎。危ないよ。いかいか。守って。守って、ほら、しっかり締めて。カテナチオどうした、みんな。ディフェンス。おー、クリア、ナイスクリア。危ない。マイボール、マイボール。マイボール。いや、これちょっと。落ち着いて、みんな。さあ、みんな、うち。落ち着いて。うちディフェンスのチームは。守って、よし、取った、コンバット。ファール、ファール、ファール。ノーファール、ノーファール。ノーファール。流した、流した。流しましたね。いや、これは危なかったですね、今。ちょっと、でも今まだ攻められてますからね。こっちサイドから。危ないぞ、危ないぞ。
ほら、はい、オタコ、はい、オタコプ、オタコプ知らない子もとは思いますが、オタコプナイスキーパー原マール。さあプロセンターどこに、いやいや、やる気はあるんですよ。ゴール向かっていくんですよ。たまにこんなことするもんな、トーク番組でも。そう、パンクブーはまだまだね、はい、荒っぽいですから。あら、一平が、一平が上がってきたけど、ちゃんに岡崎、はい、岡崎、岡崎、原回る、次やろ。ほら岡崎どうした。さあ守って、いけない、いかんよ、クリア、クリア、クリア、よし、誰、よし、鉄尾、鉄尾、ほらもう、よし、硬いな、硬いです、うちはもう、うちは硬いんです、カテナチオ、カテナチオカードいっぱい使ってますからよしよし、みんな、よっしゃ、あ、おっと、サンゴ、危ない、おい、ことぶき、押さえろ、ことぶき、ことぶきじゃないんだ、今ブンダですかね、キヨトです、いかん、いかん、いかん、危ない、ディフェンス、ほら、どうした、あー、あー、上行った、危ない、今コーナーポストで、その上、上行きましたよ、危なかったね、危ない、今枠入ってたらもう絶対やられてます、でも押されてますよ、おい、おだこ、よし、よし、一旦ちょっと大きく蹴り出して、一回大きく蹴り出して、でもね、オタコにキックカードあんま使ってないんですよ、全然キックカード一人パスだ、でもいける、展望、いけ、よし、花丸、おお、後ろバックパス、一回みんなまとまり、危ないってそんなとこ、よしよしよし、回して、回していこう、ほら、回していこう、お前たち何のためにカテナチオカード使ったと思ってんだ、そう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 、時間稼ぎ、そうそうそう、なんなんそれ、もう攻めの形がまだ出来上がってないんですよ、うちは。危なかったね、今の、いやでももう守って、とりあえずこう逃げ切ろ、逃げ切ろ、一回前半はあと10分逃げて、ほら、おいおい、誰か、よし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 、分担しましたね、よし、ことぶき、ことぶき、こうディフェンス、よし、回せ回せ、どこに回す、バックパス、バックパス、違う、バックで後ろだって、後ろって、そ、おおおお、ほら、さあ初のセットプレー行きましょう、鉄道が蹴って、誰か頭で合わせて、お、いけ、ケンボ、誰か、あ、ちょっと第一高いな、第一キーパーめっちゃ飛ぶジャンプ力すごい、身長高いやないの、やっぱやっぱそういうのか、ゲームでも岡崎、ほらでも岡崎からちょっと足が動いてる、もうちょっと乱雑ですよ、うちのシュートは。でもほらコーナーキックいただきましたね、ほら岡崎、ほら、よし、回して、ちゃんと回して、上げて、そんな誰から、キュータマッパス、おお、え、あー、前半重要だ、いやこんな白熱、今ちょっと良かった、いい試合でしたよこれ、いや、まずいね、なかなかでしたね、いやはい、さすがやね、いやー、やっぱちょっと千鳥の時とは違う、違う、さすが、よー、向こうは通るね、はい、いやでも僕見てましたけど、結構うち守ってましたよ、守ってた、はい、うん、結構でも向こうも、うん、向こうの方が上がってきて意外と手薄ですよ、うん、そう、もうその第一キーパー、うん、あのキーパーよりみたいな、キーパーのねポテンシャルがすごすぎるんよ、いやでも同じフォーメーションなのになんであんな違うんやろ、まあでも交代はあえてしなくていいでしょう、これはこのまんま、はい、いいと思います、はい、チャンスを待ちます、想定内、じゃあ想定内ですね、いや決定的なシーンが1本作れたんですけど決めきれなかったです、なかなか攻撃的にいけてると思います、左サイドスーパーサブリー敷島に変えて薬丸、薬丸いきます、薬丸が入れば勝てるっていう選手なんで、戦術はそのままでいきます、どうもお待たせしました、すみませんね、毎回待たす形になりますけど意外とやったでしょ、前半戦なかなか強かったです、バリカタコが、いや、今更ながらチーム名、うん、おいでます山口に変えたいと思ったんですよ、いや、もうでももう FC 山口で登録して、登録されてる、後半行きますんで、わかります、もう今更遅いです、行きましょう、それでは後半よろしくお願いします、お願いします、ガーからですからね、これ、そう、さあさあ、ここ大事よ、立ち上がり大事よ、前回千鳥、お、あれ変えてきた、一人変わった、ダメだ、でももうでも走り出した、走り出した、おい、サンコ、おい、ま、守れ、守れ、おい、守れよ、おい、バリカタ、おい、ちょっと雲に、私が、危ないよ、ちょっとどこに動揺してるんですか、ちょっと、いや、ちょっと今危なかった、今った、ね、完全にフリーでしたからね、久保選手、危なかったですね、よし、よし、子供キッパス回せ、よしよしよし、いいよ、花回る、うん、よしよし、俺勝手な自分ですから、もう後ろに回しすぎないよちょっと、前向いて前、うん、ちょっと、いちゃって、勝ってるチームがやることよ、これは、前向いて、そう、おっしゃ、取った、岡崎行こう、よいしょ、岡崎、なんで、岡崎ラインあげよう、これはもう、これ1点取ったら、これバリカタの思うツボです、本領発揮ですよ、こっ
からはもう。からもう。ようあそこにいましたね。岡崎これ。シュートうまいな。ありがとうございます。岡崎これシュート力。うちのエースなんですね。ですわ。さあ。さあ。あと、まあ、ちょっと時間たっぷりありますが、あとはもう守るしかないですね。はい、バリカタ守ってくださいよ、もう。俺も、はい、カードも。いかんよ、ファウルはなしよ。そう。カードもらうのよ。おい、おい、カタブキ。何しよんの、ほら。おい、キャプテン、ここ、よしよし、よしよし。もうここから徹底マークや。そう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 、よし、よし、よし、ナイスクリア。よし、いいぞ。あとは泥臭サッカーできる。泥臭いことやりますよ、うちは。いや、もう、ね。はい。スタジアムのブーイングなんか気に、おい、危なかったね。やばい。決定的なクロスが当たってきましたけどね。よしよし、よし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 。よし、これもう逆にカウンターでこれ2点目で、もう完全にこれうちのものに、おっと。やっぱ打ってくるね、あいつは。いや打たせていいですよ。打たせてこぼれてるところみたいな。そうそうそう。よし、ほら、おろ。さあ、モーター。いいよ。ディフェンス大丈夫。いいよ。マークして。よしよしよし。硬いな、やっぱり。うん、ありがとうございます。バリ方ですから。おいおい、おお、結構蹴り出す。危ないよ、危ないよ。花丸。よし。花丸。花丸。ここまで下がるから。フォワードが。何しようとか言うんだ。俺、パスミスやん、ただの。よし、よし。ああ、危ない、久保。おお。危ない。ごめんなさい、呼び捨てした。ここが前に出ましたね、応援。集中してたんで。前に出ましたね。よしよし。さあ残り20分。これはもう来ました。行ってほしい。バリカタナチオ。よし、行きました。さあバリカタ、ナイスクリア。さあバリカタね、ハートみんな強いからね。いいよ。多少のスタジアムのボーイングには動揺しないですよ。あともずっとボール回しますよ、この人たちは。あれ、ことぶきがほら、何しようなんだ。いいよ、回して後ろに渡す。そうそうそう、そうそうそう、もう行く必要ないから。うん、回して回して、ね、鳥かごでいい、鳥かご。あ、よっしゃ、危ない。よしよし、しっかりしてるね。しっかりしてる。おい、こいつら何してんの。こいつ、行こう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 。もっと取り。いや、そうそう。鳥かごや。鳥かごです、これ。これは、あ、取られた。いいですよ。いい、大丈夫です。全然。危ない。あっと、大丈夫よ。危ないよ。落ち着いて。おっしゃ、ナイスクロス。ことぶき。あ、誰か一人倒れてるけど。気にすんな。気にしない。見られてない。よしよし。いいよ。大丈夫、大丈夫。守って。落ち着いて。ほら、ナイスクリア。よしよし、硬いよ。さあ、残り7分。これ逃げ切れるよ。危ない。危ないよ。危ない。おい、ナイスことぶき。気がおったね。ボサッとしとったあそこに。よし、行け、もうフリーだ。サタン。危ない。おお。よし、さあ残り時間。いや、もう残り時間ないよ。もう3分ですよ。ね、さあ行こう。あとロスタイムがあったとして、これ。おい。危ない。おたこ。守れ。クリア。行く。やばい。よしよし。ロスタイム。さあ、ロスタイム1分です。1分あとちょっとです。危なかったね。よし、もう見たろ。みんな守って。見たろ。危ないよ。ロッコーだ。危ない。危ない。危ない。大きく蹴り出せ。よし。よっしゃ。やりました。バリカタコが勝ちました。監督やりましたよ。いやー、よかったね。相手のミスにだいぶ助かりましたね。しかも現役の選手、そして現役のキーパーから、そうです、ね、岡崎が決めるという決めましたね。これ明日の新聞が楽しみですね。楽しみですな。言った通りでしょ。いや変な感じになったでしょ。勝っちゃった。勝っちゃうから。本当に千鳥戦を得て勝ち方を知ってますし、はい、それがやっぱり勝因じゃないですか、はい、あ、これ2点目を取りに行かない、行かない。どんだけブーイングに包まれても後ろにパスを回す。 1-0 でいいんだ。いや、見事なサッカーでした、うん、本当にこのバリカタ古賀のやりたいようにやりましたな、うん、やった。ちょっと向こうも夢見させてね。そうそうそう、浮かれ気分で、はい、有頂天でいきたいと思います。有頂天です。もう誰も止めることはできません、はい。ちょっと守備のラインがバラバラすぎましたね。まあゴール目の前でシュートを2回ふかしちゃってるんで、守備がすごく硬かったです。同じくカチカチです。いや、まあ負ける相手ではなかったです。乾杯です。敗戦したんですか。まあ、多少油断があったのかもしれませんね、第一戦は。まあ、かなり
対応を考えてくると思うので、ね、相手は 4-4-2 ですか。まあ、フォーメーション的にはワントップなんですけれども、多少流動的な中で中盤最終ラインはまあバランスを見て試合運びをしたいなと思います。ゾーンはですね、まあ、多少敵エンドに前線のラインを置きたいんですけれども、中盤の3分の1をしっかりと3ラインが保てるように、まあやはり31番の久保選手は要注意と見なければいけないようですね。キーマンと見たいと思います。まあ、できればリードはしたいと思うんですが、まあ、0-0 でも、まあ、決して慌てることなく、まあ、試合を終えたらいいなと思います。え、4-2-3-1 相手 4-2-3-1 4-2-3-1 相手より俺だよ。すいません、要注意。あ、結構やってるね結構やってますね西野さん。どうする？9 9、入れ口。入れ口怪しいね。入れ口ってこと？トップ下入れ口。今度こそこのチームのスタイルの大量得点で勝ちます。いや、先負けたんでもう負けられないんで絶対勝ちます。お願いします。お願いします。お願いします。負けたの？さっき負けました。強かったです。強いの？ガチガチに守備が固められました。ディフェンシブできた。はい、ちょっと緊張するね。じゃあ試合開始いきましょう。行こうか。はい、お願いします。なんで山口なのこれ？これ僕の出身？出身です。出身の小学校のチームです。小学校のチーム。はい、俺も埼玉出身だな。ああ、同じような同じネーミングだ。はい、ちょっと俺いくつで負けたの？スコア1-0です。 1-0？ はい、この試合は勝ちます。これ1試合やってるのが有利なのかね。ちょっとどうなの？多分動きがいいんじゃないかな。関係ないです。いいね。あ、そっか。サンコンってなんだよ。選手外人、外国籍じゃないんだから日本人です。日本人。サンコン。はい、もういいボール出てるね、うちは。おお、もうダイナミックだよ。だおお、なんで、あれ休ない？ダメ。いいね、サイドアタックがいいね。じゃあサイドアタックか。そうね、そうだ。4-2-3-1だ。4-4-2だろ。はい、そうです。ストライカーをね、ずっと手塩にかけて育ててきた。お、3個な。じゃそこだってたから、さっきから全然無双になって。決定力？決定力です。決定力ないね。久保にボール回らないじゃない、なかなか。あ、まずいね。あ、危ない。ナイスキーパー。久保決定力ないんですよ。14番あるよ。ほら、シュート意識高いだろ。おいおい、キャッチしろよ。やめて。今の弾いてるようじゃダメだよね、キーパー。そうごめんなさい。押さえ。なかなか飛ばないね、あんまり。ルーキックが完全なんか支配されてる。支配されてるね、いい形だよ。狙い通り。やばいよ、サイドが。おー、ナイスカバー。ないですけど全然攻めない。どうする？全然飛ばへんよ、お前。きっと言うなって。これも来るんじゃない？
飯取れるんじゃないかわしてちゃんとそこで来たよあー弱いな弱いな強いね埼玉おお。センター攻撃もあるさ、サイドアタックありセンター攻撃あり、まあ、前半30分だからねまだ分かんないっす。いやこれでねダメ押しに行くよ。1点返しに1回ちょっと待ってめっちゃ攻められてるやん。かなりディフェンシブに来てるの。かなり攻撃的なつもりなんですちょっとちょっとおいおい素晴らしいめっちゃ弱いやん。えめちゃくちゃ強いねこれね。うちもういいやとか言ってんじゃんいや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 何が問題ですかこれ。引きすぎじゃないちょっと引きすぎですね。久保なんかボールタッチ全然ないんじゃないこの速攻取られる。速攻だけですねたまにサンコン選手が出てくるぐらいでさ、ほらなんで引いちゃう。ちょい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 ちょマジでえさて言わないか。ちょっとコールド簡単すぎないかこれ。そんな縦で一本でやられるの。最初の得点であるじゃん、サイドこうケアしすぎてんじゃん。あいや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 前半で 4-0 まずいよ。おまずい。おい闇雲なロングシュートで全部剥がされてるねえ。あらいや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 、どうだよ。ほら今度はサイドアタックだよ。素晴らしい攻撃だねサイドセンターとえこれどうするこれもはやシャドウやだ俺ら。どうだよこれ何これ。喜び方も全然もう普通だし前半 5-0 やな。はい、立て直し必要じゃない。もううちはこのままだな、俺はな。育てた甲斐があったよ、俺は。選手、忠実だもん、みんな。後半にかけよう。え満足です、まあ、対戦チームが少しディフェンシブに来たのか、あまりこう攻撃的な圧力がなかったんで、まあ、サイドアタックも右左に取れましたし、でそういう中で相手がディフェンスが分かれて、でそういう瞬間をセンター攻撃で仕掛けたり、非常にこう多彩なオプションを持って攻撃のパターンがいくつも出たんで、あのメンバーチェンジもシステムも変更する必要はないスタートをしたいなと思います。ただやっぱり大量リードはあるとはいえ、サッカーはワンプレーや一つのミスで流れっていうのは大きく変わるんで、もう一度フラット 0-0 の状態からしっかりこうスタートするように、まあ、そのメンタル的なところだけを、まあ、強調して送り出したいと思います。ちょ変えてみる。やろうか。やろう。攻守のバランス、攻守のバランス保つの。 5-0 でもうずたずたやん。これ以上失点しない方向でいくじゃん。それ大事。じゃあ点取りつつ、ちょっと前すぎるんかな。ちょっとプレッシングのラインが下げる、はまってないもんな。はまってないからちょっと下げてカウンター狙う。じゃあカウンターしよう。カウンターしよう。よし、ここそれ低いよ、まあ、とりあえず同点に追いつくことをします。相当メンバーも入れ替えてきてんじゃないの。システム変えてんじゃないの。そりゃそうだよな、そう変化させないとね。じゃあ後半いきましょうか。お願いします。スタートが大事だからね。はい、頼むぞ。 5-0 スタートないね。前半で答えれて
小学生。小学生みたいな。そうだよな。いいえ。あ、でもサッカーわかんないよ。本当ワンプレーでガラッて変わるからね。変えようぜ。ちょっと待ってて、嘘でしょ。なんで？なんで？出足行こうっていう話をしてたんだ今。その通りやってくれるよ。これフミクラキープレーに上げてないの？フミクラ上げてなかったね。上げない。え、今日ゴール？エーストライカーね。え、全部？ちょ、ほら、容赦なく。それよ。一点だけ。おかしいな。どこ変えてきた？まだ読めないんだけど、ね、チーム戦術を変えたんですけど、スリーバックにしてない、なんか、いや、してないっす。こんな感じじゃない？しかし、持たれる。フォーバックはフォーバックか。ヘディングも強いよ。キーパー出すぎじゃない？キーパー出すぎじゃない？いいよ。ナイスナイス。いいよ。いいよ。おい。決めようぞ。そこ決めだな。前半より来てるから。あれ。いいね。ナイスナイス。立てる。なんかロングボールが多いね。カウンター重視らしくないんじゃない？いいよ。全く守る気配ないからね、うちは。キーパナイスキーパ、ナイスキーパ。キーパーは一番目立ってるからね、今日は。シュート何本打たれるのこれ。いいよ。おー、ナイスキーパーだね。全部空いてもらう。中盤が少し空いてるね。うちのエース全然マークしてくれないじゃん。どうなの？ミスったね。ミスった。フリーだよ、常に。あ、ナイス。いいじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。クロスクロス。ちょっと遅かったかな。ちょっと遅いね。え、うわ、いいよ。やばい、6-0 だと10分。一点返そう。ファールしかなくなってきてるんじゃないの？ちょっと待て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 。一人残ってんの。何だスキーパー。スイーパーシステムか。一人残ってるよ。今どこなんでいいとこやろ。6失点しても折れないよ、キーパー。あ、いいね。キーパー目立つね。いいよ。これがあんま飛ばへん。そうだね。ナイス。なんでそこ出しちゃったの？ん？まずいね。あと3分だね。2分。頼む。1点返そう。いや、もうダメ押し取りに行ってるんだよ、今こっちは。積極的な攻め。うわ、終わりよ。乾杯ですね。5点を追いかけるというか、これ以上点を取られたくないっていうシステムで上がった。どっちにしましたね。そうだろ。はい。誰かを中心にやるっていうことじゃなくて、グループとか組織の中でこうやれてることが一番チームプレーでは大事なことなんで、やっぱりやってきたことは嘘をつかないなって思いました。しっかりチームを育てる、選手を向上させていくっていうこと、まあ、それが実践できて非常に嬉しいです。スーパースターがいれば勝てると思ってたんですけど、そんなことなかったんで、もうちょっと全体的にうまくチーム育てればよかったなと思います。じゃあ守備のラインのラインコントロールがお前バラバラやったんで、サッカーって個じゃないなっていう、組織で戦わなきゃダメだなっていう感じです。
まあ、全てにおいて劣ってましたね。1試合やって非常にアグレッシブにできて得点力も取れて、まあ、対象した第一戦のスターティングメンバーでいきたいなと思います。こうシュート力もあってパワーに富んでる8番の岡崎選手ですか、この選手はキープレイヤーとして見たいなと思いますね。早めに先制して自分たちのコントロールの中でゲーム進めたいなと思います。ムム 6-0 どっちがですか監督が。え、そうでしょ、 6-0 6-0 大丈夫かな、うちこんなメンバーで急になんか急須に見えてきたけど、いやでも監督ここで監督がこれ、はいはいはい、ひよったらダメでしょここは。いや 6-0 なんてスコア出ないよ。一回ちょっと待って、チーム戦術で向こうの強さ見ていい、要注意選手非常に、だから全選手ねバランスがいい、うん、B と C で大体。いやでも僕は、はい、素人目から見るとそんなにあんまりよく分かんないんですよ。それ A はちらほらじゃないですか。だから結局絶対に戦術かな、戦術ですよ。いや今まで2連勝してるんですし、してます、はいはいはい。ちょっとね 6-0 というスコアに私ちょっとそうでしょ、動揺しすぎてるでしょ、うん、じゃあチーム戦術もじゃあもう変えません、変え全部ゾーン、もしその前半で、うん、まあ、1、2点取られるようなことがあったらやっぱり、うん、戦術も変えますけど、ここで皆さんにでは、はい、正規の大番狂わせよ、足元すくっちゃいましょう。行きましょう。こんにちは、どうも、はじめまして、よろしくお願いします。あ、お願いします。勝ち上がってるんですね。そうですね、今のところ、はい、2連勝。あ、そうです、波に乗っているなんて声がちらほら聞こえてきて、行き当たりばったりじゃない、いえいえいえ、結構確固たる戦術で、はい、戦略が、はい、ただ6点入れられたんですよね、はい、先ほどそこで抑えておきましたけどね、まあ、もっと取れた、取れましたね。ここもうちのチームちなみにバリカタコガっていうんですけど、ええ、あの博多弁でですね、はい、とても硬い、聞いてますよそれは。 ありがとうございます。関西まで届いてます。届きましたか、ありがとうございます。バリカタコ行きましたか。そん簡単にそのポン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 全試合のようには取れないんじゃないかなと、はい、得点をする気はないっていうことですか。ムムムム、いやいや、そんなことない、そういうストライカーがいない。いや、とんでもございません。ツートップいます、はい、はいはい。それでは行きましょう、無敗同士よろしくお願いいたします。試合開始です。お供します。さあ、まもなくキックオフ。コガって何ですか、俺。コガ、あの僕の地元。バリカタとコガ別々ですか。別々ですね。はい。まあ、だから埼玉みたいなもんですね。コガ、コガ市。あ、コガ市。福岡県コガ市の私、ふるさと大使をやってるという関係もありまして、はい、出身。あ、来ました。ユニフォームは似てますね。いえ、似てますね。あ、似てます、ね。はい、大丈夫です。あの豚骨ラーメン。と明太子イメージした。さあ我々ボールからですよ。最後始まる。さあキックオフ。試合開始です。カタカナじゃないですか。カタカナなんです、はい。いいですよ。いいですよ。いいパス回し。おお。攻め込んだけどな。おい。よし、みんな戻れ。締めろ。締めろ。よし、みんな戻れ。締めろ。お得意の。しっかり。はい。お得意の勝手なっちゃう。おい、何してんの。大丈夫大丈夫。パス回して。バックバック。すぐ後ろに回していい。もうこれノジョンノジョン。キーパーもすごいですよこれ。結構前に出て。フィールド的なプレーしてます。そうです。先ほど左さん、おお、ナイスパス。なあ、さすがにそれは届かない。いや、大丈夫ですか。ちょっと今日なんか攻めてます、ね。パスも、うわ、あ、危ないよ。危ない。よしよし、ナイスクリア。この前、ね、はい、すぐ出すっていうのがね、これ。つなぎましょうよそこは。いやいやいや、ここはしっかりしっかりできたよ。よし。よし、あ、は、何何？キーパーチャージ、はい、キーパーチャージです。ファールもらいに行きましょう。さあ、ちょっとさあ回していく、回していこうぜ。キック力にちょっとね、いつもの感じで。おお、なんか早いな、動きが回して、危ないよ。おし、ノー問題です、ノー問題、大丈夫、空中戦もケアした方がいいですよ。ケアして、そうですね、ちょっと高いですね、向こう一回大きめのパス出して、うん、頭で合わせて、そうです、よし、そうそう、それ、そうそう、みんなボール動かすの、はい、どんどん後ろ回して、はいはい、回せ回せ、そう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 
大丈夫、取られてもすぐ取り返すから。いやいや、取り返して、そう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 、ね、バックパス、会場のブーイング聞こえない。いつものサッカー、自陣だけでサッカーやってるじゃん。そうです、敵陣行きましょうよ、はい、これでね、ボール支配率を、そう、あっ、クリア、はい、クリアして、ちょっとすぐ出しますから、はい。さあ、どうですか、もう危険を犯さない、あっ、ないよ。よしよしよし、そうそうそう、回して回して、もういいパスになったよ、これ結果的に。これ危ない、おたこ危ない、取って、危なかった。あー、これはちょっとピンチの連続ですね。攻め込まれますね、やっぱちょっと前に出さないかんよね。いや、でも硬いですよね。硬いです、硬くいってますから。そうです、そう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 、回して回して、そうそう、分担いいで、分担いいで、そうです。いやー、シメディア分担さんも喜ぶやろな、このコメント。私コンバットから、私コンバットからどうすんの、前鉄を受け、うい、うい、よしよし、誰に、誰、それは、これはカウンターアタックで、なんか狙ってますよ、前にいるやろ。お、どうした、前に出して、どうした、よし、いるはずよ、花回るか、おらんね、おらんた。くそ、いつも使ったんですけどね、岡沢木でしょ、今の岡沢木のパスでしょ、さすがに。お、お、取りました、これいった、フリーだ、フリーだ、打て、おー、惜しかった、よし、でもクリアさせて、向こうに結構、じわじわと、じわじわ、いや、いいですよ、これ、いけ、センターがあった、もうそんな、ちょっとね、そんな簡単な攻撃はダメですね、ダメですね、今ちょっともったいないね、もうちょっと攻めてよかった、すぐ慌てるんですよね、いや、結構向こう回ってる、よし、岡崎、岡崎が、うん、よし、受けるよ、おい、誰に、乱雑やんね、このシュートが、そうなんよ、ほら、みんな、ほら、来たよ、下がって、攻め込んできたよ、下がって、肩、危ないよ、おー、危ない、ナイスキーパー、ナイスキーパー、さすが、ここの守護神、よしよし、敵陣に折れ、敵陣に折れ、よし、もう一回目や、前半守れ、前半守れ、よし、よし、よし、このまま、よし、このまま、何分、1分、はい、もっと終わるからね、はい、はい、勝てなっちゃうよ、勝てなっちゃいけ、みんな、はい、守った、3枚のカードで覚えさせたでしょ、フェーダー、よし、よし、これはなかった、ボール支配率が高い、はい、全試合5点取って前半終えたはずですけど、はい、0点です、まあ、予想以上のやっぱり硬いディフェンスでしたね、ありがとうございます、ただ生意気ながらさすがですね、はい、動きめっちゃいいもん、そういう布石ですから、必ずもうこの形が実るのはもう時間の問題、はい、うわ、もう、まあ、予想以上に手強いチームだなっていう感じはしましたし、少しあのディフェンシブなチームは予想はしてましたけど、攻めあぐねましたね、まあ、ボールもそう支配できませんでしたし、まあ、何本か有効にサイドを使って攻撃できましたけど、まあ、決定的なシュートっていうところまでは至らなかったんですよね、まあ、逆に固く守られて有効にカウンター狙われたっていう感じで、まあ、拮抗してますね、怖かった、いや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 、いや強い強い強いですけど、どう勝てますよですよ、勝てなちよではなく勝てますよですか、はい、これはもうサポーターから見てたらもう、うん、大丈夫ですよ、ちょっとサッカーしてますから、チーム戦術も変えず、はい、行きましょう、頼むよ、もう本当君の応援にかかってるから、もうサポーターの皆さんの力です、ここから先は、はい、私も12人目の選手ですから、お願いします、はい、よろしくお願いします、さあ、いよいよファイナルでございます、45分ですね、はい、泣いても笑っても帰ってきました、なんかその辺も勝手な事情と言いましょうか、もう聞きさせていただきます、ね、やっぱり変えるんですか、そのやっぱ前半後半で僕らやっぱりテレビで、まあ、タイプはありますけど、ね、監督の相手が動く前に動いて変化しようっていうタイプと、じっくり相手の出方を待って、はい、そこから切っていくっていうこともあるし、ちなみに水野さんはどっちのタイプですか、はい、カテナチョですよ、もう教えてくれないか両者カテナチョですね、これもう話進みませんか、話進まないですね、行きましょうか、行きますよ、さあ、さあ、それでは後半でございます、後半戦よろしくお願いします、スタート、さあ来ました、ちょっと相手チーム休憩なかったですね、どうしたんですかね、ロック、さあ来ました、始まりました、後半、さあさあ守って、立ち上がり守ろう、みんな冷静に行こうぜ、そうよ、
いつものサッカーして余裕のボール回しは何なんだ。いいですよこれ、ま、待っていた。おお今の大チャンスでしたね。キヨトのボール、さあここ守って、守ろう、しっかり、大丈夫、おたこ前の人です、はい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 、大丈夫よ、はい、みんな落ち着いていこうね、落ち着いていこう、さあしっかりパスやって、ね、あどうしたの、ファール、ファールですね、ファール、ノーファールでいこうぜね、みんな仲良くやろう、仲良くよっしゃ、はいはい、分隊いいよ、動きがいい、いいよ、そうそう、そうそう、パスでね、うん、前に行く、作っていこう、いつもの形、そうよ、キヨトどうすんの、よし誰か、誰も、でも、おっ、およしよしよし、おっと、今ちょっとチャンスです、これセットプレー、さあ、初のコーナー、鉄岡蹴って、頭で合わせ、こう、あー、ちょっと今ちょっと狙いすぎたな、ちょっとね、やっぱりもうちょっと奥の方に出して、ね、正直すぎましたね、さあ、守るよ、みんなしっかりよ、来た、しっかりよ、よし、ことぶき、ことぶき、いいよ、ことぶき、いいよ、いいよ、全然衰え、足止まってませんね、頑張ってます、全然大丈夫です、よし、また、オッケー、そうそう、そして、いつもの形、はいはい、これ、ボール試合率最高ですね、ナマール、今倒されましたけど、審判、流してますか、流しましたね、危ないよ、危ないよ、クリア、クリア、クリア、危ないって言ったのに、うわー、今のは入れましたね、最高な時間帯の先制だ、今どうなりました、これ甘いんじゃないですか、かなりちょっとキーパーも足元弱いな、これは大丈夫です、まだ大丈夫、まだ残り20分ですから、まだと言いながらもう時間ないよ、これこのゲーム時間経つの早いですからね、よしみんな頑張って、頑張って、よしもう攻めるしかないから、オッケー、あらまる、おいだ、おかきあー、惜しい、おかずはき、いや今のは今いいポタチでしたけどね、手できちゃう、いやいいよ、もう一回行こう、作り直して、おい、みんなどうしたの、ほら、まずいよ、はい、慌てないで、おたこ、よしよしよし、はい、取ろう、回して回して、残り20分、あ、頑張れ、大丈夫、取れる取れる、頑張りなさい、あなたたち、もう、もういいよ、回して、いつもの感じ、そうそう、いつもの感じでいいよ、そうそう、おー、ナイスキ、ナイスドリブル、今抜いたよ、今、そして誰かいるのか、誰もらえなんかもう、いや、いたのはいたんですけど、そっちじゃないっていうところにパス出したからね、いや、もうちょっとね、急いで、よし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 、上がって上がって上がって、どうなんの、あー、いかんいかんいかん、危ないよ危ないよ、危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、ナイスクリア、オッケー、岡崎、回して、岡崎、もう一回岡崎、あらまーる、クロセクロセ、もういいです、なるんで、オッケーオッケー、ケンポーケンポーケンポー、どうぞ、でも大丈夫、まだコーナー、まだいける、まだコーナー効く、岡崎、誰か合わせ、誰も、うわぁ惜しい、いやこれちょっと最大のチャンスやったけどな、いやまあもうワンチャンスある、もうワンチャンス、まだあるでしょう、もうワンチャンス、まだあるよ、まだあるよ、今いい感じよ、ダメ押したい、ダメ押したい、いい感じ、そうそうそう、どうする、どうする、誰か、おい誰か、頭、おい頭、シュートがね、もうちょっと弱いと、もうノーマークにしてる、ノーマークなのに、いかん、時間がない、頑張 れ, これボール取れ、取り返せ、しっかり守れ、これ足止まりましたね、完全にスタミナ切れです、オッケー、ことぶけ、ことぶきからどうなんの、いやもう全然足止まりましたこれ、はい、もうちょっとみんな動きが、これ残り1分、急いで、キーパーも上に強いけど、こういう足元が弱かったですね、確かにそう言われれば、前半でね、この頭で上げるやつの布石だって言ってましたもんね、はいはい、我々も上ばっかり見てたんでしょ、はい、言ってました、そういえば監督、いやでも本当に楽しい時間でした、いや本当に、いや面白いゲームでした、いやいい試合でした、ね、した、ありがとうございます、残念でしたね、いや残念です、歯がゆい、歯がゆいですか、歯がゆいですね、何回もチャンスあったよ実は、いやこれで決定力不足、本当に監督のご指摘の通り、うん、決定力不足でしたね、はい、でしたね、いや本当ね、花マール岡崎、だから本当名前を変えてるからもう、はい、そいつだと思って見てるんでそうそうそう、だからまあやっぱりそれだけやっぱ守りを強化したがゆえに、うんうんうん、見えてしまったやっぱうちの弱いとこでした、ね、そうなりますね、結果的にはだいぶ監督も心からのガッツポーズ出てたでしょ、焦ってましたもんね、あと心からの危ないって言ってました、ふうみたいなシーン、はい、それはやっぱりできたんで、はい、FC 山口よりは、うん、いい試合したんじゃないでしょうかね、でしょうね、はいはい、楽しかったです、
やっぱりね、拮抗したゲームっていうのは本当にいつもドキドキしますよ。やっぱりキーパーからやっぱりフォワードの選手までみんながそういう強い意識を持たないと、まあ、得点っていうのは本当になかなか取れるようで取れないものなんで、で実際にやっぱりそういう積み上げが正直にこう次に次にこうつながっていってる、まあ、それを実感して中でチームが変わっていくんで、やっぱりどん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 引き込まれていくっていうか、面白さが分かってきて、で自分の信念持ってこうチームを作ってきて、でそれがやっぱりこういうゲームの中に現れて実践できたっていうことが本当に嬉しいなと思いますね。ちゃんとそこで来たよ。おお、なんか早いな。回して危ないよ。ノー問題です。ノー問題。危ないよ、危ないよ。クリアクリアクリア。危ない危ないよ。なんて後ろ。ケロ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 どうだよ。いかがでしたでしょうか。今回のエキシビションマッチはゲーム内に存在する4つのリーグのうち N2 リーグ昇格時点までプレーをしていただき対戦いただきましたが、試合と特訓を繰り返し選手を鍛えていくことでチームは監督であるプレイヤーの戦術を理解して実践してくれるようになります。本日この後 Nintendo e ショップを通じて体験版の配信を行います。体験版で育てたチームはそのまま製品版に引き継いでいただけますので、今日からは皆さんが監督になって自分のチームを作成し発売日に向けてトレーニングを開始していただけたらと思います。なお発売日以降、今回のエキシビションマッチに参加された4チームのチームデータをいつの間に通信で順次配信いたしますので、ぜひご自身のチームと対戦させてみてください。本日はどうもありがとうございました。